こんばんは。日本大相撲激闘本場所編プレイしていきます。今日は極天鵬と安芸乃島プレイしたいと考えております。早速プレイしていきましょう。残りは一応表示上6人となってます。あ、得意の形、極天鵬の得意の形を見るの忘れた。あー、右四つか左四つか。いやー、参ったな。まあ、よくあるんですけどね、こういうミスは。初手貴乃花は緊張するね。よし、まずは技確認でございます。多分組むのが得意と見た。上手投げジャック、押す。あ、サバ折りを持ってる。サバ折り、あー、サバ折り、あ、でも下手投げとか上手投げとか得意なら、あ、待って待って、結構バランスがいいぞ。うっちゃりか。これはうっちゃりだね。押し、寄り倒し、受け中。これ出せないだろうな。受け中。最後にね。サバ折り一回ぐらい出したいけどって感じだけど、これ難しいな。押す。まあ、上手投げか。まあまあまあ、ちょっと貴乃花戦なので。おっと、おっと、あ、動いてこない。タカが動いてこない。まずいな、あっぶな、あ、いける、よっしゃ。バランス崩してくれたんで助かりました。サバ折り一回出してみたいけど、あのね、バランスを右に崩した場合、右に崩して直左入力だから、多分結構難しいと思う。まあでも久しぶりのそのオールラウンダーですね、極天鵬は。突き押しもいける。まあパラメータ的にちょっとね、あの押しが弱いので、今回は組んでいった方が無難だとは思うのですが、オールラウンダーですね。よっしゃ。おおお、お、あ、こちあずまちょっと攻めてほしいな。寄れるか、寄れそう。寄れない、危ない。お、よし、技のレパートリー多いな。武双山、武双山、武蔵丸、千代大海。序盤ね、序盤耐えられれば見えますからね。
しゃおおお入った入った。武双山にこれが効くのは大きいね。明日多分武蔵丸だと思うね。光った貴ノ浪だ。貴ノ浪もねプレイしてみたいけどな。極天砲秋の島今日やったら次回武蔵丸貴乃花をもう一回やった方がいいのかもしれないという雰囲気が出てます。まあね、その7月場所が始まるまでの間に終わりそうになかったですね。なんすかね、毎日はプレイしたいとは思わないんですけど、一日置くとね、テンション回復する。あのね、毎日やっちゃうとね、なんだろうね、その、どうしてもプレイが、単調になるんですよね。いなせない。押せないか。今一瞬サバ折るチャンスあったな。危ないね、これちょっとまずいな。まずいまずい。あっ、ないけいけ、そう押してけ。そのまま押せない。まずい。押せ。よし。いや、技のレパートリー多いな。なんかオールラウンドでどれも相手に効くって感じだね。より効きで組んでも技入るしね。きたー、武蔵丸きたー。もう全勝2人しかいないじゃん。貴乃花がもう負けてしまったので、ちょっとね交代ですね。優勝争い武蔵丸に負けるとちょっと展開としてはきつい展開が待ってそうですね。いなせ。うわー、マジ。なすすべなく。嘘。まずマジか。何にもできなかったね。まずこっからは単調な相撲になります。もう余裕ないです。久しぶりだな、あのなすすべない感じ。いなし入力したのにいなせなかったし、あれまずいんですよね、ああいうふうになっちゃうと。マジか。
西方小結特定法モンゴル奈良岡出身大島部屋時間です。よっしゃ、あ、ありません。おっしゃ、よし、もうあとはね、ついていくしかないから。多分ね、敢闘賞と殊勲賞はいけると思うんだよね。で、技能賞も取れそうな雰囲気あるね。優勝はちょっとまずいかもしれない。誰か止めてくれないかな。いやーもうね、やるよサクサク。おっ、マジ？海王がおっと、効かないか。まずい。崩れないな。ちょっとでも動かされてるな。危ない。あ、でも海王攻めてきたからいけるわ。よし、これでもう上位対決一旦終了。武蔵丸を止めてくれ、誰かお願いだ。武蔵丸を止めるのはもう鷹の花ぐらいかな、上位だとな。ちょっともう全勝でいっちゃいそうな雰囲気出てるもんな。全勝でいかれるとなんかもったいない感じがすごいする。押してけ。うわ、うまい。右に左に。明日出島。まずいな。まずいぞ。いっちゃいそうだな、武蔵丸、ほんと。これ2敗はもうできないね。間違いなくできない。ほんとは立ち合い、変なことしたいんだけど。組んじゃった方が万全だもんな。ひとまずね。組むか立ち合いぶちかまし決めちゃえば。まじ、危ね。まずいな。
おっと危ない。よし、ただいまの決まり手は縦投げで得点王の勝ち。立ち合い負けると厳しい。明日10日目出ししていこうか。なんか新しい技出したいんだよな。あーダメだった。あー組めないか。まずいまずい。おい、で琴光喜、雅山、若の里あたりがそうそう出てきますよね。いやー止まんないな武蔵丸。そうか止まらんか。貴乃花にかけるしかないね。これ情勢がかなり厳しい。4番ね。なんかちょっと盛り上がらないな武蔵丸に負けてから盛り上がりに欠けるな自分の中で。これもう一場所あるな。どうしようね。ぶちかませ。おい、行った。ただいまの決まり手は突き倒して決定戦の勝ち。大怒り。
千代大海、栃東、貴乃花か武蔵丸は。まあでも次の場所どうしようね。パワー上げてもいいけど、上げなくてもやれるとは思うんだよな。全然戦えるとは思うんで、なんか検証本数貯めて、まず化粧回し買っちゃうか。よし、これは組んでいこう。組んでみよう。危ない。ちょっと待って。危なかったな。なんじゃ今の。なんか変な技を出すね。ヨーガってなんか効かないな。また。まあ今回はね、ちょっといろいろ技を試したけど、今の一番はね、危なかったっすよ。なんか普通に負ける可能性ありましたね。貴乃花にかけるしかないね。困ったな。あと2つ。まあ決定戦に行ったら、五分五分で勝てる気持ちはあるよ。これでも決定戦逃したら痛い、精神的に。気持ちが折れるやつ。もう今日いいやってなっちゃうやつ。西方小結び決定戦、モンゴル長井田出身大島原。時間です。よし、ありません。叩き込みたい。叩き込めなかった。うまい。もう左右に振る感じがなんかたまたまだけど形になってますね。琴光月やだな。いやー、マジ貴乃花にかけるしかない。いやー、ガチで全勝できたなー。くそー。なんか二の足踏んだ気持ちになっちゃうんだよ。しゃあない。それもしゃあない。頼む、貴乃花頼むって感じだね。琴光月ね、なんか多分遅行だと思うんで、まあ、立ち合いぶちかますればもう押してっちゃった方が、そうこれだったらもうこっちの方が安牌。琴光月多分遅行なんだけど、技のキレが鋭いから、組んだら一回守ってみたいな。まあでも結果としてはもう最高なんですけどね。お願いします。おお、あった。優勝決定戦、サンキュー貴乃花。あった、助かった。サンキュー貴。いや、これもう負けられないわ。でも俺一回心を折ってるからな。折ってるというか、油断してるから、緊張感が長続きしてないので、そこですね。まず組みたい。
組んでからもうつまんないけど上手か下手で勝ちたい。これはね、一応見ましょう。得点法始まる。得点法優勝決定戦にござります。東方武蔵丸、西方徳平法、呼び出しは梅吉、行司は木村庄之助、優勝決定戦であります。いやもうマジで立ち合い負けたらちょっとわからんわ。時間です。いやもう勝ちに行くからマジで、こんなチャンス。うわー、なんでそんな渡してくんの。あーでも、おお効いてるような、効いた。あーよっしゃー、オッケーオッケー。体を開いたね、武蔵丸。警戒したね。オッケーオッケー。いやーよかった、武蔵丸優勝するり。極点法逆転優勝。幕内最高優勝は小結極点法勝る。成績は14勝1敗であります。はじめに支配敗退。時は一月大相撲、師匠と仰ぐは親方に、部屋の力士の一同が北へに北へし稽古場の努力と技の見せどころ、晴れの場所の土俵上、しのぎを削りし15日、大変ご苦労様でした。
砂に汗した勝敗も、はい、笑いと涙の星数も、先週めでたの乾杯で、今宵一夜は楽の酒、はい、両手歌いて飲み干して、講演くださる皆様と、はい、あげてお祝いよ、はあ、さあこれで一応三役以上は、1回は優勝したと思います。あとは秋の島でまた優勝を目指して、まあ次回以降は武蔵丸貴乃花でもう一回やるって感じやね。うわー出てこねー、悲しい。マジか、これ2回目だな。え、やっぱり狙ってやんないとダメなの。うわー待って、もう力が出ない。アンパンマン、アンパンマン新しい顔くれ。いや違う、もう乾いたアンパンをくれ。新しい顔をくれはあれだよ、もうね。違うわ。はい、まあ、ここ、まあ、説明書今日ちょっと手元にないので見てないですけど、やっぱ部屋関係ある人じゃないとダメな。うわー、なんかそれ、辛いわ。とりあえず、こっから上は全部やった。で、秋の島、冬季、貴乃波、海宝より下は、まあ、そんなにやってない感じだけど、まあ、秋の島がたまたま最強の秋の島なので、多分ね、優勝してないと思うんだよね。っていうので、やります。またま、右四つか左四つか、また見るの忘れた。あるね。そういうことよくありますけど。やっちまった。優勝してないと思うんだよな。なんかいいところまで行って、いやでも優勝2回目とかついたらあれって感じだね。まあまあそんなこともあるでしょう。あるんです。何事もうまくいくとは限りません。まあよく戦ってるっていうのはわかるね。まあ、これが3回目のプレーなんでしょう。あれ3回もやったってことは1回ぐらい優勝してんのかい。上手投げ、上手投げだね。押す、まあまあ全部できるんですよね。そうなん、上手投げ、ぶちかまし寄るみたいな。よっしゃ頑張ろう。お、寄れないか。寄れ寄れ寄れ。そう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 、寄っちまえ寄っちまえ寄っちまえ、寄れない。うわっ、うわっ、うそ。あーもうゼック。あれ
あれ出ちゃうとね、ちょっと難しいんだけど、出たね、18番。なんか初日弱い説はあるね。満身です、満身。でも大丈夫、武蔵丸と、あ、でも貴乃花とは対戦ないんだね、そうだった。同じ部屋だからね。鷹の花次第になりましたね。武蔵丸とはなんとかしましょう。もう組んで投げよう、もう。西方大関栃東、東京都足立区出身玉ノ井部屋。わあ、ドキッとした。楽しい。おー、聞いてる聞いてる。おい、まあこれポンポン飛ばしながら行きましょう。明日雅山。いやー、ドキッとしてる。まだ動揺が隠せない。私は失敗すると口数が多くなるタイプですね。山に勝ってない。マジか。お、危ねえ、危なかった。今やられるとこだった。ダメだ、技、よっしゃ、入った。危ねえ、罰だったね今。琴ノ若、よしよし。厳しい、まだ厳しい。いや、やだな、琴ノ若。い琴ノ若、ちょっと今日の琴ノ若重い、危ない。あ、いける、あ、いけそう、いけそう、よし。あれ、安芸乃島、あれか、左四つか。若の里、若の里、琴光月、うん、雅山とは戦ったから、ちょっと大関横綱戦出てくるかも。よし、頑張れ。時間です、楽しい。よし、あー、早い。
来たー武蔵丸来たー、負けられない戦いがそこにある。もう今世紀最大に安い言葉ですけどね。安いというかもう使い古されすぎたっていうね、あの歴史的勝利とね、劇的勝利とね、言うほど歴史に名を刻んでないことの方が多いね。まあ、なぜかテレビ朝日が頭に浮かびましたけど、まあ、サッカーの影響でしょうね。いやでもここは歴史的勝利しないとダメなんです。絶対に負けられない戦いがそこにあるんです。ああ後ろもたれね、はいはいはい、いやいやもう守っていきましょう。立ち合いどうにか回し掴んで、よし、もう守りですね。あ、崩した、よっしゃー、よかったー、イカッターです、イカッター、 OK。 朝青龍だ、朝青龍、あとはね高親方次第なんですよね。今度優勝になってくると高親方とは当たらないので、大変。また追う展開ですね。今日は暑いですよね。なんか蒸しますね。クーラーつけると寒いんだけどね。あのジャックとかにしてもクーラーというか除湿。これなんか立ち合い、ああそうね、なんかいけそうな気したわ。ういし、千代大会、よしよし、千代大会と当たってないのは栃東、ま、ん、武双山に負けて、あれ海洋って当たってないね。あ、栃東に当たってるから千代大会と海洋か。もう高親方次第だな。後ろもたれね。千代大会も立ち合い勝てれば突き倒していけそうな気するんだけどな。勝てないかな立ち合い。よし、おいったー、もらった、もろた、イエーイ。太陽、よし、勝ち越しをかけた。これはでも親方がいっちゃうね。親方全勝の匂いプンプンするね。よし。
東方大関太陽、福岡県大方市出身黒船部屋。時間です。これもつけると思うんだよな。よっしゃ、いった、もろた。もうしょうがないの、淡泊な相撲なのはしょうがないので、千代天山。これ全勝でいっちゃうよな、多分な、いっちゃいそう。なんかさっきとね、展開が似てるんで、ちょっと盛り上がりにかけます。なんだ今の、すんげーぶん投げた。何、つかみ投げ。ただ今の決まり手はつかみ投げ。つかみ投げで秋の島の勝ち。すんげーぶん投げたね、びっくりした。やっぱりこう、なんていうんですか、刺してっていうんですかね、あれ変えると技変わってきますね。今、全然使ってなかった両上手とか両差しやってますけど、もうえらいぶん投げましたね。よし、網錦にも両上手で行こう。危ない。上手投げ。なんか今さ、勝手に技が入ったような気がしたんだけど、もしかして難易度優しいっていうのはさ、なんかいいタイミングで勝手に技が入るのかね。そういう疑惑が出てきたね。疑惑の勝利。まあ、だってなんか入力してないですからね。上手投げとかしたくないから両上手で言ってるんだけど。いや、それとも右スティックだけで行くのかな。わかんないな、これな。ジョイスティックの、なんか、ほら、角度が微妙に入ってて、行っちゃった可能性もあるな。でもちょっと疑惑ですね。そうなんだ、全勝しないから全然検証つかないしさ。もうなんか似たような展開。もう一発いけ。わーし、腰投げ。
出島。おー来たー。ってことは待って、無双山が行っちゃう可能性があるってことですか。ない。よし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 、がぜんやる気が、がぜんやる気が出てきたところで、もう戦い方は安牌に切り替わります。まず立ち合いぶちかませればもう突きます。組んだらもう守って守って上手下手です。さあ来た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 、安芸島優勝見えてきた。グッと確率 25% ぐらいまで上がってまいりました。もう 0% だったんだけどね。あと3つ勝てれば 50% までには上がる、最終的に。おっと待って待って待って、これ怖っ、怖え今の。あ、入らない。おっしゃー、転がしてやったぜ。貴乃花との優勝決定戦みたいですよね。お、武蔵丸が一歩後退。もうちょっとがぜんやる気が。優勝決定戦で貴乃花と当たったら熱いな。それはもう激熱ですよね。激熱、信頼度 43.6%。 よっしゃー。朝の輪か、回しの色違う。あれそうなのか。コンピューターは実は回しの色ランダムで出てくる可能性があるのか。へえ。まあでもさすがに回しを全部買いますってなったら、これもうほんと心を殺してゲームしないといけなくなっちゃうからね。しゃあ、大丈夫だ、間違った。戦闘竜だ、戦闘竜には勝てると思います。セントルイス出身戦闘竜。今番付が一番下なので、まあいずれ1回ぐらいは戦闘竜で優勝を狙うっていうのもありっちゃありです。ああでも戦闘竜に負けとるぞ。立ち合い勝て。あー行った、もろた。はい、よっしゃー。これで、優勝の確率が、まあ、66% ぐらいまで上がりました。決定戦になったら 50% まで下がりますけど。頼む。いやでも決定戦も見たい。あー決定戦だ。いやー怖っ。あーやばい、緊張感が。あーでも珍しいです。まあこれも別動画用でちょっと長めにね見まーす。
いやー、同部屋対決って初めてかも。守っていきましょう。でも最近貴乃花はね、なんか腰が軽くなってるんで、なんか割とすんなり決まりそうな気もするんですよね。楽しい。おお、マジ。おお、効いてる。うわ、もう一発。あ、マジ。もう気合で勝ったね。ああ、やっぱり秋の島勝ってなかったんだ。優勝1回目になってるね。よし、それでは、表彰式です。幕内最高優勝は秋の島初見、成績は14勝1敗であります。はじめに支配敗退。
一夜は楽の酒、はい、両手歌いて飲み干して講演くださる皆様と、はい、あげてお祝いよ、はあ、いいね。なんか今日は展開が似てきたけども、なんか結局盛り上がったから良かった、自分の中で。よし、さあ誰か一人でもいいから出ておくんなせい。500大前よしよし出た。さあ500か、なんか1000まで貯めようかなって思ってたけど、ハードル高いな。85だから あと6人のはずなんだよな。あと6人のはずなんだけど、番付の空きが5なんですよ。でも計算上 10%、 まあ 2.5% ずつ上がってるような気がするんで、まあ最終的にどうなみたいなところはちょっとある。あーでも大前出てきた。あー二所ノ関部屋だから、まあ一門だからね。まあ次回貴乃花、あー武蔵丸やってもいいかなぐらいの気持ちにはなってる。武蔵丸だけちょっと上げとくか。素早さってそんないらんのよね。まあ足腰技術力があれば大概なんとかなるんで。あ、なんかようやく見栄えがね良くなってはきた、良くなってきた風ですけどね。風あとはちょっと出稽古行って、でローディング画面の豆知識何か出ないかなっていうのを確認したい。戦闘流対朝青龍、もう勝てる。これってどうやって勝つわけって感じだよね。危険ですから座布団は、座布団を見たいだけの方は横綱を選んで負けてみてくださいちょっとああいう豆知識をねちょっといろいろ出したいので、終わったら、取り組みが終わったらまた一回モードに戻ってちょっとガチャガチャやってみましょう。時間です。楽しい。いや勝てるビジョン全然わかんないんだけど、ちょっと待って、戦闘流の技表だけ。まあそうだよな、もう押すしかない。即尾落とし無理じゃねえ。決まんのかな、これしかないのかな。ちょっとやってみっか。落ち着いて。無理やね。やっぱいやあと守っていくしかないじゃん。いやでも守れてるな。うわ、いけるだろこれは。あ終わったー、終わったかもしれん。おっぷれ。あやな、勝てる。勝てない。あ、いける。
あ、技入らない。嘘。技が入らない。嘘だ。いや、もう一発。あれ、いける、いけるって。あれ、嘘だ。押してけ、押してけ。ダメだね。全うわ、勝てそうだった、勝てそうだったタイミングで技打っても倒れなかった。朝青龍強し、いや名前違うんですけど、朝青龍強し、強かったな。はい、で一旦モード選択に移って、これあと 2,3 回今日やりましょう。高野若対、小鳥。いや、これは勝っちゃうもんな。そういうことじゃない。いや、ちょっと強い栃東。あー、神社とかやってみますか。神社とかってあんまりやんないもんね。難易度の継続。ああ、いやいや、これは、これは見たことあるやつ。おめでとうございますみたいなやつか、みたい。特別なやつね。なんかすごい鉄拳とかバーチャファイターっぽくなんだよな、神社来ると。音楽のせいだね。多分。ちょっと技表を。あ、上手投げとかね。叩き込みがあった。効かねえんだよな、これ、なかなか。まだ一回しか見たことない。うわあ、ダメだな。守って。危ない。いける、いける。上手投げ。よっしゃー、よっしゃー、ナイスナイス。はい、でモード選択に戻る。小鳥でプレイしてみればいいのか。そうだね。小鳥対琴ノ若。琴ノ若ちょい強にしとこう。両国に行こう。特殊モーションないかな。小鳥の特徴って何なんだろうな。あんまり豆知識出てこないな。新しいの一番最初だけ出たような気がするけど。小鳥の特徴って何なんだろう。この赤東方小鳥、西方琴ノ若。まあ塩は普通だね。ないんかな。北桜ぐらいか今のところ。特殊モーションありません。
守っていくしかない。いやこれ難しい難しい、これ難しい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 。いや攻めが一緒だな。あ難しい、前に出れない。わそうだったか。いやラスト、あとロードが入る場面ってないもんな。あ、申し合いとか別にしなくてもいいからね。無難に武蔵丸対貴乃花とかしてみる。無難？いや、神野にしよう。なんかラスボス感出るだろう。申し合い稽古のセーブ。ただしこれは100人目までのサービスです。100人目以降はセーブなしで記録に挑戦してみてください。え、何それ ?100 人目以降なんてあるんだ。よし。ああ、立ち合い勝てなかった。ああ、攻めが強いな。うわあ、崩しやっぱ。ああ、強いわ、これ、貴乃花。めちゃくちゃ強い。あ、でも、いけそうな気がしてきた。あ、いける。よっしゃ。なんかめっちゃバランス崩してきたな。はい、終わりです。今日は終わりです。あとはコナミ部屋のよろず屋、武蔵丸ちょんちょんちょんぐらいしといて、これ、あ、これは買ってる。なんかこれね、これ買えないんですけど、まああれ買ったら終了ですよね。まあ記録、まあ優勝、まあトップ10しか見れないんですけどね。曲集山に、あとまあまあまあそこそこやってますよっていう。朝の赤勝率 72% か。これ逆ソートがないんだ。ということ、通算成績、優勝19回、ああ、勝利500勝、敗北82なんでね、連勝108、一人の成績だったら、もう、怪物ですね。まあ、3勝こんなに取れないからね。豆知識が、0、1、2、3、4、あれ5、6、あー7がないね。7なし。あれ、なんか意外と出てるな。あれ意外と出てるぞ。7以外、あー7、16、19。あ、これも、あれこれも見てなかったのか。20があって、21が本場所おすすめ力士その2なんだ。21が。22。あれ結構埋めたな。7。
って感じで割り出し一本勢多い。送り釣り出し、まあまあこんな感じでございます。行司相撲のレフリー、まあまあそうなんだけど、行司は必ず木村か式守を名乗り、切り返し金星、金星を上げれば上げるほど懸賞がつきやすくなる。そうなんだ。化粧回し、けたぐり、懸賞、なんかゲームのヒントないかい。三章、三段目、三役、支配、スタミナゲージ、まあそんなにないかな。チリチョーズ、胴体ね、まあ物言いついたの1回だけだね、このゲームだと。バランスゲージ、腹が減ってきた。そんなことより腹が減った。これあんのかな。四つに組んで長い間動かなくなった時、これが演出としてあんのかどうかっていうのはまだ疑問があるね。ありそうな気もする。物言いはあった。物言いはね、多分序盤に1回だけ出たんです。でもそっから1回も出てないので、基本的に大関って2場所連続優勝、いやーそれは厳しいね。世まで来ましたね。とまあそんなことでございました。もう一回セーブしよう。次回横綱2人でやっていきます。でまあ横綱2人やって、まあそうなったらもう陶器とか琴ノ若とか説明書見てどうしようかっていうのを考えて、なんか一応念のため全員優勝しておくとかは必要な気もするし、まあ5人全員が出たらね、獲得率 100% になる可能性もあるし、 97% で止まる可能性もあるんだよね。難しいね、わからんね、もうね。はい、といったところでこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。